は3つ目のキーワードです。国際交流を卒業したい。はい、ということで、今こんなに国際交流をしているのに国際交流を卒業したいというのが3つ目のキーワードになりました。これどういうことでしょうか。ですね、国際交流というと、うん、日本とアメリカとか、はい、日本となんだか国、うん、と の, その国民文化同士の交流というふうなイメージがあるじゃないですか、うん、はいはい、だけどその日本の部分とか、うん、あるいはアメリカの部分っていうのは私たちのこの一人の人間のものすごくちっちゃな一部であって、例えば私国際、この私がやっているプログラムで高校生とかいっぱいやってくるけれど、アメリカ人対日本人っていうよりはもう高校生、日本と全く同じ、日本人と全く同じ高校生の部分がすごく多いのね。うん、だからもう漫画は大好きだし、ファッション大好きだし、でもいろんなこう青年の悩みとかも抱えてたりとかするし、共通部分ってものすごくたくさんあったりとかするのね。ゲームが好きな子だっていっぱいいるし、なのでその国際交流って言ってしまうと、その国際っていう部分だけをみんななんか集中してしまって見えてこないものってたくさんあるんじゃないかなと。もっと共通点であるとかを、うん、その探しながらっていうのかな、うん、その国際じゃなくて、多様性を持った人間との交流なんだという意識をもっと持っていきたいし、うん、はい、そういったプログラムを作っていきたい、うんうん、確かにね、石川さんの名刺いただいたらこう多様性教育プログラムって書いてあるんですよ。そう、本当は国際ってつけたくないの。国際交流プログラムをやってるんですって言ったら、外国人と日本人のっていうふうになってしまうんだけど、うんうん、でもいい言葉が思いつかないので、それに代わるぴったりした言葉がないので、国際交流っていう説明は、言葉を使って説明はするけれども、本来石川さんが目指しているのはもっとこの多様性教育プログラムというか、こっちなんですね。そうなんだ、ね、国と国じゃなくて、もっともっとに人対人だったりするのか。そう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 、私もあれですよ、そのホームステイの受け入れを体験した時に、その、アメリカ人っていうのはものすごくこういっぱい何でも食べて、朝から晩までミルクとかもいっぱい飲むと思ったのに、うちに来た小学校5年生は本当にコーラばっかり飲んで偏食して、もうね、心配だったですよ。でももしかしたらなんか割とそういう私のステレオタイプなアメリカ人のその裕福なね、冷蔵庫バーンと牛乳なんか全然飲まなかったから、うちでアメリカ人本当にごめんね、昭和で話が、大きな牛乳ガバガバ飲むみたいなイメージ、全然そんな牛乳なんか飲まないし、日本の牛乳がお口に召さないのかもしれないけれども、なんかちょっとそういうこう一人そういう子供と会っただけで、自分のアメリカ人の男の子ってきっとこうだっていうステレオタイプな、意識って見事に崩されちゃうんですよね。で、逆にね、そこから初めて始まる交流が、でその逆もあって、その例えばやってきました、でやってきた学生がたまたまこういう高校生だった、でそれが逆に今度はアメリカ人ってこうなんだっていうステレオタイプになってしまう可能性もあって、ある、ね、あるかも、あるでしょう、アメリカ人ってどうしてこうなんだろう、いや、そうじゃなくて高校生の、この家庭から来てるこういう高校生なのでっていうふうに、その複雑性を、日本人だってみんなバラバラじゃないですか。そうですよね。そりゃそうだ。ねえ。そりゃそうだ。ねえ。そうですね。違うもんね。同い年だけれど、違いもやっぱりあるし。ね、はい、だからそれと同じで、やっぱり本当にみんな多様だと思うのね。で、その多様性を見ながら、多様性をお互いに気づきながら、もちろん国際なんだけれど、だけれど、そういったそのなんていうかな、国籍とか文化、アメリカにはアメリカの文化とか、日本は日本の文化とか、そういった枠をもっと柔軟に超えることってとても重要だと思うのね。でも私なんかはやっぱり昭和のその昔の国際交流のイメージもやっぱり染みついてしまってるので、私もやっぱり卒業していかなきゃいけないし、
私自身もね、はい、で、これからこういうプログラムを、継続していく上で、じゃあどういう何をどういうどうしていったらいいんだろう、どういう交流プログラムを作っていったらいいんだろう、ほんでじゃあ国際交流プログラムって何するんだろう、うん、どうしたらいいんだろうとか、うんうん、じゃあ国際ってこれからもつけ続けた方がいいんだろうか、うんうんうん、ということを、うん、いろんな人たちと考えながら作っていきたいなっていうか、はい、やっていきたいなっていうふうに思う。それはでも私ね、あの高校生っていうこういうみずみずしい若い人たちを相手にしてるから、すごくそういうこう石川さんには駆り立てられるものがあるんだなっていうにも感じながら話聞きました。ああ、うん、やっぱりすっごい直接すぐ直前にこう本当にもう未来につながるというか、若いエネルギーを前にして、やっぱり時代時代があるじゃないですか、うん、やっぱり、うんうん、すごくそういうの感じるんじゃないのかな。そうね、うん、やっぱりあの私自身がなんかもうね、いろんなことを学んできて経験をして、うん、でこれでいいんだっていうふうになんか思っていることは、逆にもしかすると本当は卒業しなければいけないことで、あ、うんうんうん、だから、若い方たちにいろんなことを逆に教えてもらって、うん、私も教えるし柔軟にね、うん、でも逆に我々もその古い概念から抜け出せなくて、うんうん、抜け出せなくて、でもそれが本当だと思って正しいと思って若者若い人たちに押し付けてしまっている、うん、いるのであれば、あのそれはいけないなと、うん、さすが国際的なこうずっとこうことを、きっと仕事をされている方もみんなそうなんでしょうね、そういうこう柔軟なこうあのまあ国際感覚豊かな人たちとお仕事をされていると、そういうふうな危機感を持たれるんですね。逆にここを卒業しなきゃと、うん、卒業しなくちゃ私は、うん、このプログラムをやり続ける、うん、資格はないなと思っている。うん、そうなんですね、うん、いやなんか今までのやり方に固執するのと、それからこうあの若い人たちの血をどんどん入れていかなきゃってい う, こう逆にこうあの急かされる思いっていうんですかね、そういうのと両極端な気がしてたけど、すごいバランスがいいような気がしますね。そうかな、うん、ちゃんと若い人 の, あの気持ちもあの風もどんどん入れていかないと、こっちのジャンルは確かにあの学生は相手にしてますからね、うんうん、でもね、うん、やっぱりあの疲れてなかなかあのでも夏の間にやるということは、今は企画をするんですか、冬の間は何してるんですか。今は来年に向けての準備をしています、はい、4月にみんな帰るよね、帰った途端に、とりあえず、はい、あのふぬけ状態しばらくふぬけになってそうそう、で、あのこう写真とかを見て、うん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 、あのこの一番目にほら、はい、書いてあるこ の,、はい、このキラキラの笑顔に騙されてって書いてあるけど、はいはい、この写真を見て、あの参加してくるアメリカ人 の, その、うん、高校生たちも、うん、それから札幌で交流している大学生とかも、うん、あとホストファミリーの子供たちとか、はい、お母さんお父さんとか、はい、みんな笑顔でね、なんかキラキラしてるの、ね、キラキラしてるんだって、うん、でね、その写真を見て、はい、騙されちゃうんだ ね本当に来年もまたやっちゃうのね、来年もまたやっちゃうというね、こういうところがあるんですよね、はい、でもやっぱり、うん、あの新しい形の交流を、はい、時代に合わせた、うん、ただ単にお互い交流するのではなくて、一緒に問題を解決するような、うん、そんな関係を作り上げていけるような、そんな多様性交流を、いいですね、一緒に作っていきましょうあれですか、日本の子を海外に送るっていうの、これはやってないんですか。外国のアメリカ人をこう連れてくるっていうだけ、今のところは、うん、海外から来ています、うん、で、あの提携先からは日本からも送ってくれとは言われています、うんうん、これからの可能性がなくはない。そうですね、まあ、でも今札幌の大学生とかがいっぱいこう関わってキラキラの笑顔でね、うん、もう交流してるということですから、その若い力が日本の印象を決めるというか
ある意味向こうにね与える影響も大きいのかなと思いますね、はい、もう8年やっているけれど、はい、その北海道に来てくれた学生がまたいつか戻ってきてねって、うん、まあ、これは私もねぜひ彼らにまた戻ってきてほしいなっていうふうに思うので、はい、本当に実際に戻ってきてくれた人とかもいるし、逆にホストファミリーの日本 の, そのホストファミリーの、子供が、逆にホームステイしに行ったりとか、 うん、はい、あと恋も芽生えちゃったりとか、まあ、素敵、ね、でしょ、うん、ロマンスもありみたいなそうそうそう、なんかそういうのがあってですね、いいよね、いいですね、うん、はい、そんなお仕事をしているワイルドユースジャパンの石川さん、これからどんどんまた学生が増えていく、参加の学生が増えてくると私なんとなく予感をいたしました、はい、そして若い方たちを募集しております、スタッフですかぜひお問い合わせ、下に貼っておきますのでお問い合わせいただきたいと思います、はい、今日のゲストは NPO 法人ワイルドユースジャパン代表理事の石川園代さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。